ビジネスの役立つもの概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の田田直樹です。本日は河合正史さんの書かれました未来の地図帳についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども人口減少で各地に起きることが知りたいと思って読んでいました。 1> 約1 0分にまとめていますので、よろしくお願いします。46ページ。最大都市圏の中で、減少スピードが最も速いのは、関西圏。東京への人口の転出超過数、大阪府が1位。こうしたデータだけ見ると、実数として大きいのは別として、東京圏への流出をイメージしがちだが、これは確信をついているとは言い難い。 第8回人口移動調査が出生地の都道府県別に現在住んでいる地域の割合を調べている各都道府県とも出生地と同一の都道府県に住み続けている割合が高く関西県の府県も大阪府71.5%京都府71.0%兵庫県74.5%奈良県66.9%で全国平均68.6%と遜色はない 出生地以外といっても関西圏内の他府県に住んでいるケースが多くベスト5には東京や神奈川県なども顔を出すがその割合が特段大きいわけではないむしろこの調査で注目すべきは関西以外で生まれた人の割合が30代40代で相対的に小さくなっていることだ地方圏の出身者が引っ越し先として関西圏に目を向けなくなってきているのであろう 関西圏へのアクセスが良かった北陸各県のうち、石川と富山のトップは東京都と神奈川県となっている。北陸新幹線の開通によって東京圏がぐっと近づいたためだ。今後もこうした人の流れが強まるだろう。東京圏への人口流出が強まり始めていることも間違いない事実だ。人々の移動動向を詳しく分析すると関西圏の特徴がさらに浮き彫りとなる。 地域出身者の比率が30代から40代で低くなっているのだ。周辺県とは人口移動の影響を除くため、滋賀県と和歌山県を加えた近畿県としても同じ傾向が現れる。関西県で一旦は就職した人が、30代から40代となって転職や結婚などを契機に東京県へ移動しているケースの多さを伺わせる。20代にも一定数はいることだろう。 88ページ。福岡市は北九州市と熊本市の二大都市を九州化。九州の中心地であり、アジアのゲートウェイとして早くから海外展開を見据えて発展してきた福岡市は、2019年4月現在、158万2695人の人口を誇る。同市がまとめた推計人口では、神戸市を抜いて政令指定都市ランキングで5位。 になったが、人口減少に悩む自治体が増えてきた現状にあって、未だ力強い発展を感じさせる街である。福岡市内を歩くと、若い女性の姿が目につく。その証拠に、福岡市の資料、子供に関するデータ集には、20代、30代とも、全国平均では男性人口が女性人口を上回っているが、福岡市では逆に女性人口が大きく上回ることがある。 例えば25から29歳は男性46.4%、女性53.6%だ。福岡市は東京と並ぶ女性人気の高い街レディースシティなのだ。最も大きな要素は人口規模の割に市街地に人口が密集している点にある。狭い区画の中に行政機関から商業施設までがまとまっているため、 実際の人口以上に人の多さを感じやすい。要するに,に、賑わいを創出しやすいのである。福岡市のコンパクトさの象徴といえば、空港の立地であろう。各都市が航空機のジェット化に合わせて、郊外に空港を移転させたのに対し、福岡空港は市街地の中に残った。福岡空港を利用した人がある人ならばわかると思うが、未発着の際に、眼下に広がる街並みを、あら、 ジョーラモのようであり、遊覧飛行をしているような気分にさえなる。しかも、空港と JR 博多駅は地下鉄でわずか5分、さらには最大の繁華街である天神とも約11分で結ばれている。通勤に30分もかかるようでは遠いと言われるほど、職場と自宅が近く、相川はもちろん、公共交通機関や徒歩での移動もしやすいため、これが働きやすさにつながっている面もある。 これらの人口減少時代に求められてくるコンパクトシティを大都市でありながらいち早く実現しているのである。103ページ。サカリバとカス、横浜市。東京都住民基本台帳人口移動報告は、東京都と各政令都市の人の動きをまとめている。埼玉市を除くべての政令指定都市との間で、東京都への 年入超過となっているが、その数が最も多いのが横浜市で4756人だ。ついで大阪市の2827人、名古屋市の2187人だ。横浜市の場合、同じく大規模な政令指定都市である大阪、名古屋の漁師と比べてみても、独自の様相を呈している。人口こそ日本で最も多いが、政令指定都市でありながら、東京圏に内包されており、 市民の意識は東京都中心部に向かいがちだ。横浜市の中心市街地が本当の意味での都市としての中心にはなっていない。しかも県内に川崎市、高見原市と定例指定都市も存在するため、周辺エリアからも一方的に人を集めるという形でもない。一方、横浜市から人口が流入する川崎市はどうだろうか 2017年4月に人口が150万人を突破するなど近年人口が急拡大しており2019年5月時点でついに神戸市を抜いて政令指定都市6位に浮上した東京圏の中でもとりわけ行き合いのある人口集積地だ引っ越す人が多ければ家具や大型家電を買う人も増え地元の商業が活性化するそれがまた新規の住民を呼び込む好循環を置く。 若い住民が増えてくれば、生まれる子供の数も増える。このため自然増数も全国トップになっている。潜入者が自然増を押し上げている構図なのである。2035年、札幌市が北のシルバータウンに166ページ。2015年よりも人口が少なくなる政令指定都市は、 2020年時点では北九州、静岡、堺、新潟、神戸、浜松、京都、相模原、大阪の9都市だったが、2025年には仙台、横浜、熊本が加わる。2035年には千葉市を含め、名古屋、札幌、広島、岡山といった、それぞれの地域で突出して人口の多い政令指定都市まで仲間入り。20ある政令指定都市のうち85、85%が人口減少となる。 名古屋、広島、札幌、岡山といった都市は、人口の周辺の自治体から人口を吸い上げる形で人口を拡大維持してきたのだが、この頃になると吸い上げよりも源泉が枯渇してしまっているということだ。2035年時点でも2015年の人口水準を上回っている定例指定都市は、川崎市、埼玉市、福岡市だけとなる。川崎市は2035年の 156万6780万人が人口のピークだ。埼玉市は2030年の131万人。この頃には人口減少となっている。現時点では人口増加が際立っている福岡市は167万人まで増えるが、170万人を突破することなく、ここが減り始める。そうした意味では、2035年というのは、定例して都市にとって分岐点の都市であり、 大阪市のあり方を見直していく観念となるだろう。226ページ。令和時代に求められる5つの視点。1。拠点という王国を作る。2。基礎自治体の単位を都道府県とする。3。働くことに対する価値観を見直す。 4. 在宅医療、介護から転換する。5. 東京そのものを特区とする。これ以外にも人口減少で各地に起きることが具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。